今どこにいるかっていうと、米沢にいます。山形県米沢市ということで、これから夜の繁華街を今から散策していきます。駅の周辺も少しお店あるんだけど、それよりもこっちの方がありますね。米沢のお城があったとこ、米沢城主の近くの方が栄えてるということで今来てます。なのでちょっと今から行ってきます。まあ人口で言って8万数千人の都市なんで、そんな大きな都市じゃないんで、いっぱいお店があるかって、でもそのぐらいの都市にしては結構お店あるんじゃないかなって感じがするんだけど、まあ昔に言ったら多分少し廃れてきてるのはいると思うんだけど、まあそれでもね、結構お店あります。まあこのご時世ですから、あんま人気ないからあれなんだけど、とにかく今がちょっとだけ中は入りませんけどね、あの外がどうなってるかって。はい、ではこんな感じでね、今墓入ります。なんかいろんな店あるけどね、サランバン、いや一番気になるのが人サランだよね。このご時世なきゃ入りたいんだけど、まあ、ちょっとこのご時世だからちょっとやめときますけどね。ちょっと見えないかな。ライフバー靖国ってな。これ靖国、あの靖国神社の靖国ですよ。これここ入りてえな入りたいけど、ちょっとねこれあの今のこのご時世ですからやめときます、だから次回落ち着いた時にまた来た時にね、ちょっと利用させていただきたいと思います。でこれはなんかやってないですね。やっぱこのご時世で潰れちゃったのかな。今日土曜日ですけどね。これがスポーツカフェか、ザ・スウィングということで、なんか面白そうだね。まあまた次回来た時にちょっと入ってみたいと思ってます。落ち着いてね。なんかこっちが晩酌で、なんか美味しそうなお店だね。でまあこれ飲み屋、スナックとかね、バーとか居酒屋です。こっちがビルで、居酒屋か、柳ビル、隠れ家、ラウンジ、ルーフトップ、金曜日だったんだ。昨日も来たんだけど、昨日より人いますね。まあそれでも人はあんまりいないけどね、まあ、だけど昨日よりもちょっと人いる感じしますね。土曜日ということでね。でこっち側は全国的なね、居酒屋チェーンですね。でなんか向こうが結構多いですね。今見たらね、歌声が聞こえてます。あれはなんだ、あれコンピューターボーリング、米沢ボーリングレンズってなってます。コンピューターボーリングって。あれだ。で、この後ね、スナックとかの居酒屋ですね。なんかそこのところの令和ってとこ気になりますね。ちょっとあれか、見ねえ。絆が閉まってるな。今日土曜日なんだけど。あとは酒場、菓子屋、令和ね。令和時代にできたのか。で、この駐車場になってます。今、これが入ってきます。バーとか、スナックですね。フィリピンのやつ多いな。すごい、フィリピンパック。で、まあ、こんな感じで今、行ってます。結構、ここのところの通り多いな。結構フィリピンパブ多いんだよね、見てるとね。結構8万数千都市でしたら結構お店ありますよ、想像以上に、こちらも風情です。ではこちらで、このところなんか気になるっすよ。フグだね。海に豚って感じ、フグだね。上はなんか馬肉専門店ってことで、鳥かもね。ちょっと興味深いっす。